はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。やっすーでございます。白血病と闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病のがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に献血骨髄バンクを知ってもらうために、皆様にもやっていただきたいものすごく簡単なことがあります。それはグッドボタンとチャンネル登録を押してもらうことです。それをするだけで、あとは YouTube を運営している Google にある AI がよりたくさんの方々にこのやっすーのチャンネルを勝手に表示してくれます。ものすごく簡単な方法なので、ぜひよろしくお願いします。はい。皆さんの学校やお子さんが通っている学校にはですね、自由参観という行事ごとはありますかね、あるんでしょうかね。新学期早々ね、最初の2日間はね、うちの子供が行ってる学校はね、こう授業の様子を父兄は自由に参観できて、体育館でその夏休みの工作とかね、自由研究を見に行けるっていう期間があったんですよ。僕はまだ仕事に行けないので、ほんの少しの時間だけ、ほんの20分ぐらいだけをね、授業を見て、帰ったんですけども、その帰り際にですね、廊下の向こうの方からね、こう僕に手を振って近づいてくる知らない女性がいたんですよ。あー、パパ来たんやーって声をかけられたんですよ。周り、やっぱ後ろを振り返ってもね、誰もいないんですよ。僕以外に誰もおらんくてね。もちろん僕は、誰やお前ってなったわけですよ。だって知らない人なんでね。でもね、首からこう、保護者証をぶら下げてるわけですので、あ、誰かの保護者の方だなと思ったらね、雑に扱うわけにもいかないじゃないですか。なので、うん、ってこう、返事をして、優しいなぁ、って感じで、対応して、で、どうしたん？メガネやん。ああ、最近ちょっと視力がね。で、そのまますれ違いざまの会話だったんで、こう、手短な感じで済みましたけども、お互いこう手を振りながら、僕も愛想よく手を振りながら、心よくその場を去りました。いや動画見てくれてる方かなと思ったんですよ。でも、ってこう手を振りながら、来ます？来ないですよね。まずこの動画見てくれてる人とかやったら、こういう姿見せたら、あ、やっすーって言うかもしれないじゃないですか。学校やからそんな大きい声出せないと思いますけども、誰だったんでしょうね、ほんまにね。あれは、あの人の顔は忘れはしませんけど、謎は深まるばかりですね。いや、誰だったんでしょうね、ほんまにね。入学式の時にしかね、父兄さんらは見てないので、しかもその一瞬で全員の顔を覚えれないですからね。いくら接客業が言うても、そんなね、50人、60人のお母さんたちの顔なんか絶対覚えれないんで、これからまだまだ参観日とかね、これから運動会とかもありますからね、ひょっとしたらですけど、また顔を合わす可能性があるかもしれないので、その都度ちょっと緊張しながら、ちょっと警戒しながらね、こう、キョロキョロしながらちょっと挑んでいきます。そのような感じで、このように感じるようになったのもですね、このようにお伝えできるのも、皆様にご協力してもらっているおかげで、行かせてもらっているからだと思ってます。もう一度与えられた命に感謝します。ありがとうございます。皆様のおかげで患者さんらを助けてもらえてます。そしてこれからも困っている患者さんらを助けてあげてください。では何をしていただきたいかと言いますと、それは献血骨髄バンクにご協力してもらうことです。皆様の決意が必要です。日本中世界中で YouTube を見ている皆様、ご協力よろしくお願いします。はい、今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、よりたくさんの方々に、このチャンネル、この動画が届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。